高瀬舟森外高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である徳川時代に京都の罪人が遠筒を申し渡されると本人の親類が牢屋敷へ呼び出されてそこで糸まごいをすることを許されたそれから罪人は 舟に乗せられて大阪へ回されることであったそれを護送するのは京都町奉行の配下にいる同心でこの同心は罪人の親類のうちで主だった一人を大阪まで同線させることを許す慣例であったこれは神へ通ったことではないがいわゆる多めに見るのであった木秘であった 当時、遠投を申し渡された罪人は、もちろん重いトガを犯した者と認められた人ではあるが、決して盗みをするために人を殺し火を放ったというような、同悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬船に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために思わぬトガを犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、 当時、相対しといった上司を図って相手の女を殺して自分だけ生き残った男というような類いである。そういう罪人を乗せて、入り合いの鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬船は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って鴨川を横切って下るのであった。この船の中で、 罪人とその親類のものとは夜通し身の上を語り合ういつもいつも悔やんでも帰らぬ繰りごとである護送の役をする同心はそばでそれを聞いて罪人を出した親戚眷族の悲惨な境遇を細かに知ることができた所詮町奉行所の知らせで表向きの公共を聞いたり 役所の机の上で口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にもいろいろな性質があるから、この時ただうるさいと思って耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、 無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類と特に心弱い涙もろい同心が裁量してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬船の護送は、 町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていたいつの頃であったか多分江戸で白河楽王校が精兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう地方院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べにこれまで類のない珍しい罪人が高瀬船に乗せられたそれは名を木助といって 三十歳ばかりになる住所不条の男である。元より牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて一緒に船に乗り込んだ同心、羽田昌兵衛は、ただ木助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて、牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せじしの 色の青白い木助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分をは抗議の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが罪人の間に往々見受けられるような、恩順を装って、県政にこびる態度ではない。翔兵衛は不思議に思った。そして船に乗ってからも、 単に役目の表で見張っているばかりでなく絶えず木助の挙動に細かい注意をしていたその日は暮れ方から風がやんで空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませようよう近寄ってくる夏の暖かさが両岸の土からも川床の土からももやになって立ち上るかと思われるようであった 下京の町を離れて鴨川を横切った頃からは辺りがひっそりとしてただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである夜船で寝ることは罪人にも許されているのに木助は横になろうともせず雲の濃淡に従って光の増したり減じたりする月を仰いで黙っているその額は晴れやかで 目にはかすかな輝きがある。小兵は松本には見ているが、四十木助の顔から目を離さずにいる。そして、不思議だ、不思議だと、心の内で繰り返している。それは木助の顔が、縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか、 花歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。長兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬船の裁量をしたことはいくたびだか知れない。しかし乗せてゆく罪人はいつもほとんど同じように目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。 罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情けとしていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情けというものが全く欠けているほどの世にも稀な悪人であろうか。どうもそうは思われない。 ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。小兵衛がためには、キスケの態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして小兵衛はこらえきれなくなって呼びかけた。キスケ。 お前何を思ってるのかはいと言って辺りを見回した木助は何問うかお役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく出前を直して小兵衛の景色を伺った小兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じたそこでこう言ったいや 別に訳があって聞いい。たのではない実はな俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送ったそれは随分いろいろな身の上の人だったがどれもどれも島へ行くのを悲しがって見送りに来て一緒に船に乗る親類の者のと 夜通し泣くに決まっていたそれにお前の様子を見ればどうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ一体お前はどう思ってるのだいキスケはにっこりと笑ったご親切におっしゃってくださってありがとうございますなるほど島へ行くということは 他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかし、それは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地でこれまで私もいたしてまいったような苦しみは、どこへまいってもなかろうと存じます。 おみのご慈悲で命を助けてしまいやってくださいます。島はよしやつらいとこでも鬼の住むところではございますまい。私はこれまでどこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度おみで島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが。 何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってからどんなつらい仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださりにつきまして。 百んの彫目をいただきましたそれをここに持っておりますこう言いかけて木助は胸に手を当てた円筒を仰せつけられる者には彫目200度を使わすというのは当時の掟きであった木助は言葉を継いだお恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが 私は今日まで二百文というお足をこうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取りつきたいと思って仕事を訪ねて歩きましてそれが見つかり次第骨を惜しまずに働きました。そしてもらったにはいつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。 それも現金で物が買って食べられるときは、私の工面のいいときで、大抵は借りたものを返して、また後を借りたのでございます。それがおろに入ってからは、仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでも、お金に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それに ロを出ときにこの二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のを食べていてみますれば、この二百文は私が使わずに持っていることができます。わしを自分のものにして持っているということは、私にとってこれが初めてでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが。 私はこの200文を島でする仕事の元手にしようと楽しんでおります。こう言って木助は口をつぐんだ。翔兵衛は、うーん、そうかい。とは言ったが、聞くことごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに考え込んで黙っていた。 小兵はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を四人産ませている。それに老母が生きているので、家は七人暮らしである。平成人には臨食と言われるほどの険悪な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻をいい寝台の商人の家から迎えた。 そこで女房は夫のもらうすちまいで暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を敷き締めて暮らしてゆくことができない。ややもすれば月杖になって感情が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が釈材というものを毛虫のように嫌うからである。 そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵はご節句だといっては、里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだといっては、里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついては、いい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に、 折々波風の起こるのは、これが原因である。小兵衛は今、木助の話を聞いて、木助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。木助は仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な境外である。 しかし一転して我が身の上を変えてみれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう縁前を右から左へ人手に渡して暮らしているのに過ぎるのではないか。彼と我との相違はいわばそろばんの桁が違っているだけで、木助のありがたがる二百文に相当する貯蓄だにこっちはないのである。 さて、桁を違えて考えてみれば、長目二百文をでも、キスケがそれを貯蓄と見て喜んでいるのに、無理はない。その心持ちは、こっちから指してやることができる。しかし、いかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは、キスケの欲のないこと、足ることを知っていることである。 キスケは世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得たかった食が、ほとんど天から授けられるように働かずに得られたのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。 兵衛はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる隔たりのあることを知った。自分のふちまで立ててゆく暮らしは、おりおり足らぬことがあるにしても、大抵水筒があっている。手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。 しかし心の奥には、こうして暮らしていて、ふいとお役がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという恐れが潜んでいて、おりおり妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この恐れが意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この隔たりはどうして生じてくるだろう。ただ、上辺だけを見て、 それはキスケには身に軽類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうもキスケのような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、小兵は思った。 勝兵はただ漠然と人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食ってゆけたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。 各のごとく先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとまることができるものやらわからない。それを今、目の前で踏みとまって見せてくれるのが、この木助だと、翔兵は気がついた。翔兵は今らのように驚異の目を見張って木助を見た。この時、翔兵は空を仰いでいる木助の頭から、合コが刺すように、 思った。翔兵衛は木助の顔を守りつつまた、木助さんと呼びかけた。今度はさんと言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるや否や、翔兵衛はこの証拠の不穏となのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はいと答えた木助も、 さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る小兵衛の景色を伺った。小兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろなことを聞くようだが、お前が今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにその訳を話してくれぬか。キスケはひどく恐れ入った様子で、 かししこままりたと言って小声で話し出した「どうもとんだ心違いで恐ろしいことをいたしまして何とも申し上げようがございませぬ」「後で思ってみますとどうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりませぬ」「全く夢中でいたしたのでございます」 私は小さい時に二親が流行り病で亡くなりまして弟と2人後に残りました初めはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので近所中の走り使いなどをいたして上小声もせずに育ちました次第に大きくなりまして職を探しますのにも なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは 北山の掘立小屋同様のところに根を起きいたして神谷川の橋を渡って折り場へ通っておりましたが私が暮れてから食べ物などを買って帰ると弟は待ち受けていて私一人を稼がせてはすまないすまないと申しておりましたある日いつものように何心なく帰ってみますと 弟は布団の上に突っ伏してまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへほっぽり出して、そばへ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて、私を見ましたが、 物を言うことができませぬ。息をいたすたびに、傷口でヒューヒューという音が致たすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい血を吐いたのかいと言って、そばへ寄ろうと致たすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかりと、 しっかり顎の下のところを押さえてますがその指の間から黒地の塊がはみ出しています弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きましたよよものが言えるようになったのでございますすまないどうぞ勘違いしてくれどうせんだ俺にそうもない病気だから 早く死んで少しでも兄貴に落下させたいと思ったのだ笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが息がそこから漏れるだけで死ねない深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった 母はこぼれはしなかったようだこれをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている物を言うのが切なくていけないどうぞ手を貸して抜いてくれというのでございます弟が左の手を緩めるとそこからまた息が盛ります 私は何というようにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って、横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっとニスばかり傷口から出ています。 私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待ってていくれ、お医者を呼んでくるから、と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、 医者が何になる苦しい。早く抜いてくれ。頼む。というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちにあって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目がものを言います。弟の目は、 早くしろ早くしろと言って、さあもう恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう、車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それに、その目の恨めしそうなのが、だんだん険しくなってきて、 とうとうきの顔でも睨むような肉くしい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない。抜いてやるぞ、と申しました。 すると弟の目の色ががらりと変わって晴れやかにさあもうれしそうになりました私は何でもしと思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前に乗り出しました弟はついていた右の手を離して今まで喉を押さえていた手の肘を床について横になりました私は紙取りの絵をしっかり ずっ,っ,っと引きました <laughs> この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて近所のばあさんが入ってきました留守の間弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように私の頼んでおいたばあさんなのでございます もうだいぶうちの中が暗くなっていましたから、私にはもうばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんは、あっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、 とも抜いた時に手応えは今まで切れていなかったところを切ったように思われました歯が外の方へ向いていましたから外の方が切れたのございましょう私はカミソリを握ったままばあさんの入ってきてまた駆け出していったのをぼんやりして見ておりましたばあさんが行ってしまってから 気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで。私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を、 見つめていたのでございます少しうつむき加減になってショの顔を下から見上げて話していたキ助はこう言ってしまって視線を膝の上に落としたキ助の話はよく上りが立っているほとんど上りが立ちすぎていると言ってもいいくらいであるこれは半年ほどの間 当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所で調べられるそのびごとに、注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。長兵衛はその場の様子を目の当たりに見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、 話を半分聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言ったそれを抜いてやって死なせたのだ殺したのだとは言われるしかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならん弟であったらしい それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。キ助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。 兵衛の心の内には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大取り帝に従うほかないという念が生じた。兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、 なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろよに、沈黙の人二人を乗せた高瀬船は、黒い水の表を滑っていった。